どうしよう、やっぱり一人で来るんじゃなかったな。キュッ。はい、倉田真城です。あ、いえ、すみません、ちょっとびっくりしちゃって。お買い物ですか？私は歌の教本とかないかなって探しに来たんです。楽器屋さんって一人で来るの初めてで、瞳子ちゃんたちと来たことならあるんですけど、最近言い訳するのは良くないって思ったから、できそうなことは頑張ってみようって。それでなんとかお店まで来てはみたんです。けどどこに本が置いてあるのかわからなくて、やっと見つけたと思ったら教本は何種類もあって、店員さんに聞けばわかるかなって思ったんですけど、なかなか気づいてもらえなくて。私の声が小さいのかな。はあ、やっぱりダメですね。私変わりたいからバンドを始めたのに。え、私がバンドに真剣ですか？確かにそうですね。少し前までは私がバンドをやるなんて思ってもなかったです。でも今はモニカがあるのが当たり前になってきてて。あ、モニカっていうのはモルフォニカの略なんです。自分の居場所があってそれに名前があるなんて、なんだか嬉しいようなこそばゆいような気がします。バンドをやってるといろんなことが私にとって初めてで、みんなのおかげで毎日が楽しいんです。ふだばさんはみんなを引っ張ってくれて、とうこちゃんはパワフルで元気をくれます。ひろもちさんは優しくていい人だし、やしおさんはちょっと怖いけどすごく楽器が上手です。私はまだつい言い訳しちゃったりダメなところがいっぱいあるけど、みんながいるから辛いことや苦しいことでも頑張ろうって、そう思います。バンドって音楽ってやっぱり楽しいんだって。そう考えたら私少しは変われてるのかも。そうだといいな。ありがとうございます。私もう少し頑張ってみます。あの店員さん、聞きたいことがあるんですけど。